こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出は稼げます。凡人でも大した努力をせずに稼げる副業。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネス。これはアメリカアマゾンの売上を去年の12月に会員さんに、えー、提出してもらったものです。30日間で34,454ドル。約380万円。 一月に380万円、30日で22,157ドル、30日で1,539ドル、30日で7,669ドル、30日で6,828ドルという売り上げが上がっています。ちなみに利益は売り上げの30%前後です。どんな人がこれだけの売り上げを上げているか、一人でマイペースで稼いでいます。 外中を使ったり、そういうことはやっていません。英語が苦手な人が多いです。英語の翻訳は、まあ私に丸投げという方が大部分。むしろそれがウェルカムです。パソコンも苦手な人が多いです。今までパソコンをあんま使ってないというような方がね、標準的な会員さんの人物像です。Amazon を使った輸出ビジネスは稼げます。 日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。そして、いつ始めるかが重要。始めるのは、今すぐに始めるのがおすすめです。成長の早いアマゾン遅れてスタートすると先行者に追いつくのは難しいです。アマゾン輸出に取り組むのは、上りエスカレーターに乗るようなものです。成長し続けているアマゾン輸出を始めれば、アマゾンと共に成長します。 これから一番稼ぎやすくなるのはオーストラリアアマゾン。日本製品はオーストラリアで高く売れます。なぜオーストラリアアマゾンがおすすめなのか ?1992 年から27年間後継期続きのオーストラリア。人口も先進国中で最も増加しています。日本と正反対ですね。アマゾンを使っても輸入ビジネスでは稼げないです。 私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、景気低迷が30年続く日本で稼ぐのは至難の業です。さらに日本人は品質だけでなく、価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービス、すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が、日本では中古どころかゴミとしての価値しかない。そんな残念な体験もしました。 また、輸入ビジネスや背取りで稼げなくて、宿泊していた人に、アマゾン輸出を進めて、稼げない副業から、稼げる本業に変化して、会社の社長になった会員さんも何人もいます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては、日本は最高です。何しろ、30年間物価がほぼ、ほぼ変わっていない国は珍しいです。 私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。どれぐらい日本が安いか。えー、シドニー土産を日本で購入と。あよくある通販ねということじゃなくて、えー、私はオーストラリアワインは日本で買います。これは 私の好きなオーストラリアワイン、ノーブルワン、デザートワインですね。オーストラリアで29.99ドルで売ってます。ところが、イオンで2480円で売ってます。またニュージーランドの白ワイン、クラウディーベイ、36.99ドルで売ってます。これが同じくイオンで2780円で売ってます。しかも、イオンは5700円以上の購入で送料無料。 オーストラリアとニュージーランドのワイン。オーストラリアで買うと高くて日本へ持ち帰るのも大変。しかし日本で買うと安く買えて送料無料で自宅に着く。生産国より安くワインが買える国は日本だけです。フランス産ワインもパリで買うより日本で買った方が安いです。輸入ワインは生産国の3倍から10倍で売ってるのが普通なんですけど。海外旅行をすると日本の物価の安さを実感します。 そんな物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これらの商品は実際に売れている商品です。くっきり二重まぶたにするアイテープが13倍、1300円で売れています。また、粘土が5倍、1025円で売れています。これは2個セットで5倍ですね。 あるいは単品で10倍で売れてます。または6個セットにして3倍で売れてます。ありふれた100円ショップの製品でもこれだけ高く売れます。またベイブレード。こちらは1328円で売ってるベイブレードが3776円で売れてます。オーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれほど魅力的かはオーストラリアイーベイでの製薬状況をチェックすると予想がつきます。 これはまだ始まったばかりのアメリカアマゾン、オーストラリアアマゾン、制、え、約、ー、実績を見ることがなかなかできないんで、まあ e b ベ y だとね、制約が見れますんで、そちらをチェックすると、あオーストラリアの人はこんなものが高くかオーストラリアではこういうものが高く売れるんだということがわかります、まあ。例えば炊飯茶。こちらは31,689円で仕入れて、59,507円で売れてます。あるいは別な炊飯茶。 こちらは15,230円で仕入れて32,014円で売れてます。あるいは業務用の炊飯茶こちらは25,490円で仕入れて51,986円で売れてます。またはヘアアイロン。2,469円で仕入れて6,867円で売れてます。ソニーのワイヤレスコントローラー。8,500円で仕入れて15,122円で売れてます。 コピック8849円で仕入れて14817円で売れてますプラモデルタミヤのミカサ7 7 0八円で仕入れて14786円で売れてますまた別なプラモデルのパーツオートバイのドカティのプラモデルのパーツですこちらは1600円で仕入れて9069円で売れてます 家庭用のプラネタリウム、セガのホームスター。こちらは8,335円で仕入れて、14,181円で売れてます。あるいはお菓子。日本のお菓子は人気です。えー、ジャガポックル、5,990円で仕入れて、11,789円で売れてます。あるいは日本のウイスキー、4,320円で仕入れて、12,359円で売れてます。 このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。ただ高く売れるけど、オーストラリアって人口少ないから市場が小さいんじゃないかと思う日本人の方多いんですけど、1日2000億円の売り上げ。まあこれはどういうことかというと、まあオーストラリアの購買力が日本人が想像するよりはるかに大きいという一つの例なんですけど、12月26日、ボクシングで開けのバーゲンの売り上げ。これが1日で2000億円の売り上げです。 日本で一番大きなデパート三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げを1日で上げるということですそしてオーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になると予想されていますその売り上げ予測は7兆8000億円今の日本アマゾンの売り上げが約1兆円をちょっと超えた値ですんで今の日本アマゾンの7倍の売り上げになると予想されています オーストラリアアマゾン輸出をやってみようと思っているなら、今すぐに始めた方がいいです。今すぐにオーストラリアアマゾンを始めるべき3つの理由。1つ。アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者は売れない仕組みになっています。アメリカアマゾンでは販売できなくなった商品。 アメリカアマゾンでは儲からなくなった商品。オーストラリアアマゾンなら販売できます。儲かります。三つ目。初めの頃は間違いも間違いにも寛大。多めに見てもらえます。今からオーストラリアアマゾン輸出を開始すれば、慣れるにしたがって、どんどん売れやすくなってきます。凡人でも、今すぐ始めれば、大した努力もせず稼げます。 テンバイアカデミーでは通常28万円必要なオーストラリアアマゾン室マニュアルサポートを9万9000で試せる特別モニターを募集しています。ここをクリックしてアマゾン室チャットワークサポート特別モニター募集ページを見てください。今、YouTube の動画で見てる方、ここをクリックできないと思いますので、動画の説明欄の URL をクリックしてください。こちらをクリックすると、この オーストラーアマゾン室チャットワークサポート特別モニター募集ページに行きます。内容を確認していただいて、一番下にある、この購読ボタンを押して、モニターに応募してください。ご購読登録お待ちしています。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。